少し乱暴ですよ、ユーフェちゃん。次は私に任せてくれる？では、お姉さんは遠慮しませんよ。あら、順調に回復してるじゃない。ロコはさらに腕を上げたようね。具合はいかがですか？どこか痛むところがあれば遠慮なく言ってくださいね。同じ降格者なんですから、そんなに遠慮しなくてもいいんですよ。ゴーファ劇団の心情の一つは絶対に仲間を見殺しにしないです。無理しないでください。あなたの記憶はおそらく心配いりません。私はロコ、こちらはユーフェリアとクロアです。何か聞きたいことがあれば何でも聞いてくださいね。きっとあなたも少しずつ記憶を取り戻せると思います。あなたは運悪く消防結社が起こした災難に巻き込まれて、そして運よく命を落とす前に私たちに助けられたってこと。連れ帰ってよく見たら、なんとまあ降格者じゃない。降格者の救援を行い武器を提供し、普段は劇団として各地で公演を行いつつ、うん、どう説明すればいいんでしょう、そういう人を。あ私に言わせれば、消防結社こそ汚れの巣窟よ。そんなのは後でいいって。ユーフェちゃんってば、本当にせっかちなんだから。でもお姉さんもあなたの先座。これはさっきできたばかりのアストロラーベで。さあ手を置いてみて、あなただけの能力を見てみよう。何、一体何が起きているの？私たちはあなたと一緒にいます。その通り、私は絶対に仲間を見捨てたりしない。私も聞いただけですが、間違いなく降格者がアストロラーベと強く共感したとき、アストロ…うん、うん、てっきり子供だましのど…違うよ。あの、さっきから何か…あれ？こんにちは、マスター。私の導きで試練を突破し、あなたに眠る…うん、うん、私がとっても可愛いの。でも今は時間がありません。ご本、この世界を滅ぼす。私のことはデルシアとお呼びください、マスター。早速ですが試練を始めましょう。夢食い者ですか？どうやら楽園と大差ないようですね。こんな雑魚しかいないよ。こんな雑魚しかいないの？
ちの運命、私の審判を下します。私のとっておきを見せてあげる。これがあなたの最終試練です、マスター。でもまずはあれが了承するかどうか。気をつけて。戦闘の指揮はお願いします。歪んだ運命、悲しいことです。決めなさい。みんな怖がることはありません。こんなのはどう。私のとっておきを見せてあげる。ペガちゃんの祝福。その技すごい。あなたの能力なのね。やはりマスター、あなたは力を得る資格を持っています。さあ手を伸ばして封印を解いてください。マスター、これこそ私デルシア本来の姿。ありがとう。おバカさん、こんなに簡単に騙されるなんて、あなたたちをここに招いて正解だったわ。みんな気をつけて。あんたたちはもう用済みよ。さっさと私たちの神殿から出て行きなさい。これで邪魔者はいなくなった。さてあなたにはこれからずっとここにいてもらうわ。外の世界はとっても危険でしょ。その体を私にくれた方が安全だね。ただのアクシデントなの。このデルシアが人間ごときに囚われるなんて。さあ外の世界にお別れを告げましょう。ん？こそこそ悪だくみしていたのはあんただったのね。いまいましいイルシール。そんな力を使ってまでこいつを守りたいの。なら見せてもらいましょうか。女神の希望を背負わされたあなたに一体何ができるのか。勘違いしないで。どうせ出られないんだし、一時休戦ね。それにしてもあなたがそんなに弱いと私がいるここも安全とは言えないわね。ま、少しくらいなら力を貸してあげてもいいわ。このデルシアがあなたに鍵の力を授けましょう。主人公が弱かったらストーリーが盛り上がらないじゃない。あなた、イルシールという名の金色の蝶に助けられたと言って、まさか女神は実在しているということ。彼女は私たちの星と同じ名前の守護女神で、まれに。しかしこの女神信仰は廃れ、消防結社が。ちっ、消防結社の何を信仰するんだか。伝説の神が降臨して助けるだなんて。あなたはデタラメな背後霊たちに頼って昇進した新人でしょ。ゆうべこの方は私たちの新任の団長代理な。それでそのデルシアとかいう青いおデブちゃんがあなたの中にいるってこと。何がデルシアの恩恵よ。それだけで新人でも団長代理になれるわけ。
ーナード団長は一体何。いずれにしてもこれは元団長の決定です。お姉さんも応援していますよ。こうしてみると、それならこれを新たなスタートとして自分に新しい名前をつけてサインしましょう。ごきげんよう団長。午後も気合を入れていくわよ。これは神様が降臨してからの時代だ。山椒は人々に新しい信仰と技術をもたらし、消防結社の異端討伐の道具となる。機械と魔法、愚かさと自由、陳腐さと流行がこの星の最も賑やかな都市で融合している。これはオースチェファール。この茨の道に踏み出し、私たちの戦友となってくれたこと感謝します。バーナード団長の先見の命は。ねえ、まずいことになった。ロコが彼女一人で小型の楽園に入って行方不明になったって。間に合って。よいしょ。どうやら転送は成功したようですね。団長の鍵の能力のおかげで私たちも間に合いました。でも戦闘は私たち次第ですけれど、敵の増援は当分ないようですね。私はロコ。ゆうべクルワお姉ちゃん、団長、どうしてみんなここに。バカ、一人で楽園に無理やり入るなんて心配したじゃない。ごめんなさい、みんなに心配かけてしまいました。ロコ、どうして一人で楽園に入ったの。知ってるでしょ、団長の能力の加護がなければ魂がすぐに侵食されてしまうのよ。ロランナ城楽園降臨の調査協力の依頼で、途中に新たな小さな楽園が現れて、そしてこの楽園から行方不明になったお姉ちゃんによく似た見慣れた雰囲気を感じたんです。入って確認しようと思って。そうしたら。心配しないでロコ、私たちが楽園を解放すれば彼女はきっと無事に帰れるよ。団長もいるし、私たちは安心して進みましょう。私たちも進むわよ。お姉さんに任せて。後方からみんなを守りますよ。待ってて、すぐに私の勇姿を見せてあげる。こんな雑魚しかいないよ。あなたたちはここへ来るべき。あなたが憎い。本当にロコのお姉さん、様子がおかしいわよ。姉妹の再会を喜ぶ雰囲気じゃなさそうね。団長、指揮をお願い。言葉
たたちの全てはこの楽園にふさわしく、強い気配、一致団結して頑張りましょう。脆弱だ。お姉ちゃん、どうして私たちはお姉ちゃんと戦いたくないです。私たち、おままごとの新しい相手が見つかったのに、たばむれて傷口を舐め合い、5年前と何も変わらない。そうじゃないんです、お姉ちゃん。もう過去の過ちは繰り返しません。黙って、生まれつき愛されてきた子供に何がわかるの。このよくもロコを。私はここであなたと一緒に葬られたくはないの。不本意だけど一度だけ助けてあげる。このまま進みましょう。よかった、やっと目が覚めた。体、この前楽園で私たちはあれだけの戦闘を経験したんだ。信頼できる仲間でもまだゆっくりはできない。ロコを守れなかったのは私だ。あまり自分を責めないで、ユーフェ。あなたたちはよくやりましたよ。ゴーファー劇団の代理団長、ここにエルオガー同盟から劇団支援に派遣されたロコ・カナキの容態はあなたもご存知でしょう。ロコ。そして先ほど医療班ロコを看病している時、彼女の、これはロコの絵本。絵本には大切な思い出が詰まっているから手元に置いておくと言ってたわ。ええ、そうね。絵本の中の魔力の流れが目、ここから北東、ロコと荘園の関係、荘園へ向かいましょう。ミレア、ありがとう。私たちが残り時間はわずかよ。私たちも早く出発しましょう、団長。
アーサーの治療はこれでどこかのおね。ちょっとそんなこと。お褒めいただき恐縮です。あなたはあた式を拝見でき光栄です。危機の中。そういえばロコは貴族のお嬢さん。ロコが家です。え、何かこの地域が。そうですね、これは楽。何か特別なものが。まあなんていうか、でも手がかりがある。あの、私はロコが戦闘訓練してこうなった可能性も十分あると思いますよ。ゆうべ素晴らしい一戦でした。団長もお疲れ。国会の巨像は崩れました。今後アーサーは。背中は私にお任せください。一掃しましょう。消えなさい。これがその特別なもの。ちょっと小さいけど、ロコの家に結社の聖章の火が立っているなんて。結社を信じる貴族のメンバーにとって、自分の家に聖章の火を立てることは敬虔さを示す重要な方法ですよ。だからロコの両親は。わからないわ。歪んだ信仰の前では親族関係など全く意味がないものですから。そしてこれが結社を信じる人の末路。魂は楽園に縛られ、肉体はこの姿にとどまり、哀れと言うべきか悲しいと言うべきか。こいつらがどんな気持ちかなんて理解したくもない。ユフェ、危ない。えいやーけ。ウォリー、気をつけて。この気配は普通じゃないですよ。私に不意打ちをした代償をきっちり払ってもらうわよ。不足はないよ。消えなさい。ありがとう、ウーミー。どうしてここに？ミレアお姉ちゃんがあなたたちを支援する必要があるって言うから、ウーミーが駆けつけたんだよ。心配性ね、ミレアは。でも今回はかなり助かったわ。団長、あなたの出番ね。この小さな聖章の火があなたが楽園につながるための道しるべになるはずです。ロコのところに連れて行ってください。素晴らしい一戦でした。団長もお疲れ様です。